元林徹は日本の弁護士、日本弁護士連合営業会長。現在、茨元林法律事務所のパートナーである森総合法律事務所の創設メンバー。森総合法律事務所時代の特徴の一つとして、弁護士一人一人の個性や自由を大切にし、楽しく仕事をすることをモットーにしましたという点を挙げている。雰囲気が楽しいと、 仕事がきつくても精神的ストレスが意外とありません。例えば裁判に勝ったとか大きな案件が落着した時は担当弁護士が事務所の全員にケーキをおごることが慣例でした。得意分野は企業法務全般、国内、国際省取引及び各種紛争解決。元林弁護士が米国ハーバードロースクールに留学して得たことはアメリカでは 市民が裁判を起こしやすいこと、事件に関連のある証拠を裁判所が強制的に命令して出させる制度があることであった。日本では裁判に関わる制度が非常に使いにくい。先進国の中で裁判に国民が参加する仕組みがないのは日本だけのため、労働審判や裁判員制度を創設した裁判員制度には、おかみ依存意識から脱却して、日本社会を、 根底から変える力がある、と語る。読売年間2016年版、P199、茨、元林法律事務所。井原、元林法律事務所。2017年4月3日閲覧。フロンティア精神で道を開く。株式会社 TKC、2017年4月2日、閲覧。元林塾講演独身時代を切り開く、弁護士。商事ホーム。 p384、ISBN 47億8572万3866、明日の法律家講座これからの弁護士。2017年4月3日閲覧。ありがとうございます。